ストレスを減らすのに効果のある食べ物5つご紹介いたします。こんにちは、腹町接骨院久松です。今回は食事も有効、ストレス軽減に役立つ食べ物5選ということでお話しいたします。はい、ストレスね、先日もね、ストレスについてお話ししましたけども、ストレスを減らすのにはね、食事もすごく有効なんです。今回はそれについてお話しいたします。そうしてこの動画をご覧になることにより、あなたはストレスを減らすために食事もね、気をつけるようになるはずです。ではお話しいたします。ストレスを減らすのにね、役立つ食べ物5つ。1つ目です。一つ目はアボカドです。このアボカド、これ不飽和脂肪酸が脳疲労を緩和させると言われております。そしてアボカドのビタミン D、ビタミン D がうつ病リスクを下げると言われております。はい。二つ目いきますよ。二つ目はカシューです。カシューこれね、亜鉛が有効で、亜鉛でストレスホルモンを減らすという効果があります。亜鉛ね、あと牡蠣なんかにもね、入ってるんで、カシューじゃなくて牡蠣でもいいですよ。で、三つ目はダークチョコレート。これダークチョコレートってね、70% 以上ね、入ってるチョコレートにしてくださいね、カカオはね。これポリフェノールの抗酸化作用で気持ちをつかせる効果あります。酸化っていうのはもう体が老化する。その老化を防ぐ働き。それにより気持ちが落ち着いてきます。で、四つ目は柑橘類です。はい、もうみかんとかグレープフルーツとかね。はい、そういったタグのやつです。あとレモンもね。これはビタミン C が豊富です。このビタミン C でストレスホルモンを減らす効果があります。はい。柑橘類も有効です。で、五つ目は青い葉野菜。これブロッコリーとかね、ほうれん草、あとケールなんかも含まれるんですけど、そういったものを食べましょう。これって葉酸がセロトニンのような働きをして、ストレスを緩和してくれます。ぜひね、これら5つの食べ物ね、食生活に取り入れて、ストレスを減らす手伝いにしてみてください。ということで、今回の話もう一度復習すると、ストレスを減らすのに役立つ食べ物5つあって、1つ目はアボカド。不飽和脂肪酸が脳疲労を緩和させる。そしてビタミン D がうつ病リスクを下げる。2つ目、カシュー。亜鉛でストレスホルモンを減らす。3つ目、ダークチョコレート。カカオ 70% 以上。ポリフェノールの抗酸化作用で気持ちをつかせる効果があります。で、4つ目が柑橘類。ビタミン C でね、ストレスホルモンを減らす働きがあります。で、5つ目は青い葉野菜。ブロッコリーとかほうれん草など。これね、葉酸がセロトニンのような働きをしてストレスを緩和します。ぜひね、食生活でこれに取り入れて、ストレスを減らすように努めてみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また、質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ。毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ。週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストとあなたからのご質問にその場で答えしていきます。そうしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そうしてこの動画をご覧のあなたが、自律神経の症状、その他の症状でお悩みでどうにかしたい、病院に行ったんだけども、整体院、治療院に行ったんだけども、まだダメだ。どうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。また、あなたのご自宅が遠方である場合は、自宅でできる1対1の遠隔整体もやっております。私の自律神経の整体に興味がございましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますので、そこから LINE 登録して私の方に直接ご連絡ください。そうして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。